今ご紹介いただきました平尾でございます。皆さんこんにちは。今日暑い中、先ほど雨が非常に降ってましたけれど、また遠方のところ皆さんお集まりいただいたということで非常にありがたく思っております。私自身は先ほどのコンピューターとか建築とか関係なしに科学ということであります。で今日は科学の話をしたいと思いますが、実はですね、最近やはり地球環境が非常に悪いということで、この数十年でほとんどの時代、これまでの時代のエネルギーを使ってしまったとかですね、いろいろ大気汚染の問題とかあります。ただそのためにですね、ナノテクノロジーがどれだけ活躍できるかというのがこれからだと思ってますが、今日はあまりそういう難しい話じゃなくてですね、自然の中にいろいろナノテクノロジーありますので、我々はそれを学んでですね、それをいろいろ今後の地球環境、サステナブルな社会に役に立てようということを考えている話をしたいと思います。でまずですね、ナノテクノロジーっていうことをすごく興味ある方にはちょっと申し訳ないですけど、まず最初からいきます。でナノっていうのは一体何かというんですが、ナノっていうのは、ギリシャ語で10のマイナス9乗、9と一緒ですね、ナノ、10のマイナス9乗ということでございます。で地球の直径、これはどのぐらいあるかご存知ですか。大体1万4000キロなんですね。それで、これの10のマイナス9乗をかけますとどうなるかというと、10の14ミリ、要するに1円玉になるわけです。だから地球に対して1円玉、地球の周りをスペースシャトルが回ってますけれど、それから見た1円玉のようなもんで、非常に小さいわけですけれど、実は人間の体も分子原子からできてますから、それをよりもちょっと大きいのがナノという構造になりますから、ピコがだいたい原子分子ですからね、それの大きいというと、あながち全く関係ないことではないということでございます。しかもですね、皆さんよくご存知の DNA、遺伝子、これがだいたい10ナノぐらいですね。それからミトコンドリアとかウイルス、よく冬になるとインフルエンザありますけど、これも10とか100ナノぐらいであるということです。赤血球になると非常に大きいわけですけど、こういうことでですね、全く縁遠いものではないと、身近なものであるということをちょっと認識していただきたいと思います。でなぜ割とまだ皆さんには縁遠いかというとですね、顕微鏡がないからなんですね。で大体光学顕微鏡というのは皆さんお持ちなんですけど、これはですね、光の波長というのはこうありましてですね、光の波長というのは大体普通の可視光は数百ナノですけど、100ナノぐらいまでしか絞れないということでですね、光っていうのはこの1個と1個の間の間隔が100ナノになっちゃうわけですね。ですからそれよりも小さいものを見ようとしてもですね、見れないわけです。この間にですね、いろいろ凹凸があってもですね、これ全体としてしか見れないということで、100ナノ以下は見れない。一方電子顕微鏡になると、電子っていうのその波長っていうのは1ナノ以下になっちゃいますから、そういうのが見れるということで、電子顕微鏡があればですね、いろんなものが見れると、高校生に私はできるだけ電子顕微鏡入れると文科省にいろいろ言ってるんですけど、なかなかそうはうまくいかなくて、でも電子顕微鏡もどんどん安くなってますけど、大学へ入ればですね、皆さん電子顕微鏡をフルに使っていただけるようになると思います。そうすれば、ウイルスはじめナノ粒子とかそういうものが全部見れるようになります。で原子分子も見れるようになります。現在では周期表の一番上にある水素とかリチウムを一個一個電子顕微鏡で見れる時代になっております。ですから今皆さんの携帯にあるリチウム電池のリチウムの動きがですね、電子顕微鏡でもう今見れるような時代になっています。でどうしてああいう発火するかという、そう、原因を今皆さん解明しているところでもあるというふうに思います。それでどうしてこの、ナノテクノロジーが有名になったかというとですね、まずこのサッカーボールがありましてですね、これが実は炭素だけでできているわけです。で普通炭素だけでできているものといえば、グラファイト、炭、木炭、それからご婦人科とか非常に興味あるダイヤモンドがそうなんですけど、実はこのサッカーボールも炭素からできているということが分かりました。非常にこういう形で圧縮性が良くてですね、非常にこれを中に入れると圧縮力がすごく高まると。さらにですね、日本の飯島澄夫さんがですね、こういうカーボンの録音化が集まった管、要するにカーボンナノチューブを見つけられましてですね、一躍こう
脚光を浴びているということでございます。まあ、こういうカーボンだと非常にナノチューブだと電子がよく流れるとかですね、引っ張り強度が非常に強いということになるわけです。それから、まあ、そういうのは電子顕微鏡があるわけですが、まあ、実はですね、葉っぱもそういうことでですね、普通ここにございますようにハス、里芋、ユリの木というのはこうあるわけですけど、どの葉っぱもですね、今日のような雨に当たると水滴がこう丸くなるわけですね。こういうのは撥水性があるという形です。ところが普通の光学顕微鏡で見るとですね、まあ、どれもまあ同じようにまあデコボコしててですね、それでまあ撥水してるんだろうということです。これをですね、電子顕微鏡の例えば50ナノぐらいを見ようと見るとですね、撥水はナノチューブ、このマカロニのような集まり、それから、里芋はですね、こういうナノのプレートですね、平板、それからなんとこのユリの木はですね、コイルからできているわけです。だから、まあ、人間も血液型 A 型 B 型 O 型 AB 型がありますけど、その血液の形も非常にこういう形で全部違ってますけれど、同じようにですね、同じ植物でもですね、いろんなナノ構造を持っているということですから、先ほど申しましたように電子顕微鏡がないとここまでいけない。ただ、まあ、ぜひ若い方にはですね、心の目で見るというか、こういうのを見た時にね、どういうふうになってるかという、そういうイマジネーションを常に持っていただければありがたいなというふうに思います。それで、まあ先ほどからそういうことで電子顕微鏡はいいんですけど、最近はもう少しいい顕微鏡がありまして、イオンビームの顕微鏡です。でイオンをですね、例えばガリウムなんかの液体をここに置いて、すごい高電圧かけるとイオンがですからマイナスの方に向かってものすごい速度でこう動く。でイオンっていうのは原子と同じぐらいの大きさですから、それでこう当てるとですね、ここに削ることができるわけです。でどん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 削る。それでイオンの大きさ、今言いましたようにナノとかそのオーダーですから、ナノオーダーの加工ができるという形であります。もちろんこの波長がナノオーダーですから、いろんな凹凸を見ることもできるということ。さらにですね、例えばこの時に、ちょっと専門用語なんですけど、支援化ケイ素で SiClO4 のような気体を流しますとですね、こう当たった時に塩素だけが飛んじゃってシリコンだけが残るんですね。そうするとこの当たったとこだけがシリコンできるということで、いろんな構造も作ることができるということで、まあ、こういう収束イオンビームというのが今発達しています。しかもこう出てきたやつを今度、質量分析といってですね、いろんな質量の分析ができますので、何がついてるかというのも分かるようになってきます。まあ、これで例えばどういう化合物がどうなってるかというのが分かること。でこれをちょっと利用した話を少しさせていただきます。今のようにですね、まあ、今度は支援化炭素なんですけれど、こういうものを今のように当ててやるとですね、こういう当たったところだけが柱状になっていって、こうどん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 ビームを上げていくと、こういうふうにできていくと、でここも上げていくということで、こういう柱状できますし、うまくこう動かしてやれば炭素の花びらを作ることができます。これも全部10ナノとか1ナノとか、そういうナノオーダーの花びらを作ることが、まあ簡単にできるわけですね、装置を使えば。でこれはまあ我々ちょっと松井先生と一緒にやったんですけれど、キューティクルという皆さんの髪の毛ですね、髪の毛は20ミクロンぐらいなんですけど、その上にですね、今の支援化ケースを通して、でビームをこう当てて、まず底面のところをここだけをこうビームを当ててやると、そこだけがシリコンが残ってくる。でちょっと上に上げるときにはちょっとだけずっとこう上げてやると、そこだけがシリコンになると。さらにこの上をやるとですね、ワイングラスになるという形です。ただこんなワイングラス作っても何の役にも立たないですけれど、まあ、ナノワイングラスがこう作れるという形になるわけです。でということでですね、こういうナノテクノロジーという分野は、まあ、今後少しは役に立つんじゃないかということで、これまで高校時代中学時代は構造といって、例えば食塩なんか見たときにはですね、原子分子が、免震立方で並んでるとかですね、まあ、10個ぐらいをやってると、こういうことで皆さん頭にあるわけですね。だから皆さんのお父さんなんかはですね、一生懸命企業で加工したりとか、いろんな加工をしてですね、まあ、例えば技能オリンピックなんかで1ミクロンぐらいをこう見れて、滑らかなものを作ってるとか、書き入れてくる、そういうことを一生懸命やってましたが、この辺だけは実は空いてたわけですね。ですからこの加工の人も、それから研究の方もですね、できるだけこう大きな分子を作るとか、そういうふうになってるとか。しかもですね、面白いことにこの100ナノから1000ナノぐらいは光の波長と一緒なんです。
ですから物を我々は1ミクロンとか見ることはできませんけど、光の波長、赤色とか緑色を見ることができ、実はナノテクノロジーをしているわけですね。で少し余談ですけど、光が目に入ってくるとですね、その光を、視神経が受けてですね、そこで、便潜管の形が4陰管から5陰管に変わったりとか、まあいろいろ説があるんですけど、ロドプチ、そういう結合が変わって認識してるんですね。でその瞬間というのは実はナノよりも早いピコ秒とかフェムト秒、10のマイナス14乗秒とかそのぐらいで認識してるわけです。結合が変わって、ただ実際目で感じるのはミリ秒とかそういうふうになっちゃいます。それはまあだんだん神経が来てます。まあ、ということでこの辺はその波長でも重要ということでですね、まあ非常に重要なんですけれど、まあ人の目は今言いましたようにこういう太陽光の中でもですね、まあ、400、500ナノから900ナノ、800ナノ、そのぐらいしか見れません。ところが実際必要なのは紫外線ですね。これはがんの影響にもなります。シミそばかすのに。それから遠赤外の方ではですね、今いっぱい使われてます。ナイトビジョンと。それからもうちょっと、波長の長い方、これもテラヘルスと言いますけど、これもよく使われてます。さらに波長が長くなるとですね、これはもうミクロオーダーになると何かというと、皆さんの携帯電話ですね。まあ、ミリまではいきませんけど、で皆さんは携帯電話マイクロ波でこう受信しています。目では見えませんけど、皆さんの iPhone がちゃんとキャッチしているわけですね。そういう形で、まあ、人間のさまざまな周りはいろんな波長がの波があると、それを検知していると。ただ人の目は残念ながらここですので、いろんなセンサーを作る必要があるわけです。ここでナノテクノロジーがまあ重要であるということ でなぜそういうセンサーが必要かというとですね、まあ、近年有毒ガスとか、それから紫外線、それから PM2.5 とか黄砂とか、まあ、いろいろなものがありますし、薬物もいろんな薬物が今出てますね。ドラッグ含めてですね、農薬もいろんなものがあると、それから交通事故、テロ犯罪で赤外のカメラがいるということでですね、いろんな目が必要なんですね。そういうものを技術で作らないといけない。人間の目だけで頼ってた昔ではなくて作らない、そこにナノテクノロジーが貢献するべきであるということでございます。で例えば一つの例なんですけど、皆さんここのエアコンはどうなってるか分かりませんが、すごく省エネ型ですね。人がいる時だけつけてくれるとか、テレビも前を通ったらつけてくれると、トイレの蓋もですね、来たらパッと勝手に開くと、これら全部この赤外センサーで、測られてるわけです。つまり人がやってくるとこのレンズを通してこのセンサーを感知して回路になってこういうところをやると。それでこの目の部分はですね、赤外ですので普通の眼鏡のような透明じゃなくてですね、赤外を通すレンズっていうのはシリコンとかゲルマニウムとかこう黒っぽいやつですね。これは赤外通るんですね。こういうレンズを今一生懸命皆さん作られてます。ちょっと製造コストが非常に高いというところもあるんです。それからこのセンサーの部分はいろんなセンサーがありまして、今からお示ししますが、ただ一つはこの有機赤外の省電センサーといって、このポリマーの中にですね、ちょっとまあ電池を置いたようなものですね、有電体というようなもの、フッ化物でできてますけど、そういうオリゴマを置いたものがあると。こういうものは例えば光とか赤外とか熱が来るとですね、中の電圧が変わってくれますので、その電圧の違いによって感知する。ただこれのいいのは幅広いところを作ることができるということです。一方ですね、もっと感度を良くしなきゃいけないということになるとですね、やっぱりこういう小さなセンサーをいっぱいこうアレイにしてですね、やるという形で、ここにいる人をですね、こういうセンサーがいろんなところから来ますのでこう検知すると。でこういう形でできます。これ非常に小さいんですけど、数ミリとかそういうものです。で来た赤外線をですね、中で反射させて、ここで受けて、ここで電圧に変えるという形になっています。ただこういう、中の熱を逃がさないように、しかもここから来た反射しないように、ほんのちょっとした赤外線を検知できるように、まあ、日本の技術陣は日夜頑張っているということであります。それで今のような赤外線センサーを使うとですね、こういう人がこういたときにですね、今のアレイの非常に小さい数ミリ角のところにですね、こういうふうにこう分かりますし、この下との床との温度差も分かるようなことになっているという形でですね、
非常に高温度の分解能も優れてますし、非常に速度も非常に追随していきます。視野角も非常に大きいという形で、もうこういうのをいくつかちょんちょんとつけとけばですね、まあもう皆さんの一目瞭然分かってしまうという形であります。それで今のはそういう意味でですね、赤外が加わると、電気が流れるという熱電子という数ですね、温度差があるとそこに電子が勝手に流れますので、それで電圧が出るというサーモパイル型ですね。あとはただ抵抗が変わる、温度によって金属にしろ何しろ抵抗が変わりますから、それを受けるやつ。それから、先ほど言いましたように有電体ですね、中にまあ電圧あるやつがちょっと受けたことによって変化する、まあ、こういう省電ボロメーター、サーモパイルといろいろありますけれど、まあ、それぞれの用途によってやるということですね。コストなんかも非常に関係してくるわけですが、そういうこと。で、そういう形でですね、今までのやつはこう熱、来た、赤外線が空気で行ってしまったりとか透過したりするのを防いで、全てこの中に入れて感知するので非常に感度がいいという、こういうところにナノテクノロジーがいっぱい使われているという形で、こういうものは電子線でいろいろ、先ほどのようなイオンビームとかですね、電子ビームなんかでこう削っていったりして積んでいってですね、作るという技術であります。まあ、こういうのはもう装置としてありますから、まあそういうデザインをすれば自動的にやってくれるようなことになっているわけです。で、こういうものをですね、まあ企業ではこういう子たちと、それからレンズと、それから下にマイコンへつなぐためのやつとして、こういうモジュールを形成していろんなところに送ってますし、そういうものを使ったものとしてですね、例えば皆さんご存知のようにこのゲームでですね、こう動いた時に実際に中入るやつもあれを検知してですね、この iPhone の中に入れるとか、それからスマイルセンサー、ニコッと笑うとですね、赤外が出やすい、そういうことで感じてですね、スマイルセンサーというのを感じる。それからタッチセンサー、直接手に触らなくてもですね、そこから手の先から赤外がいっぱい出てますから、それで感知して、センシングを行うとか、そういうことがまあできるようになっているわけでございます。だから一方、もう少し波長を長くするとどういうことが起きるかというとですね、まあ、マイクロ波って携帯よりももうちょっと短いところです。それはですね、ちょうどその赤外だと例えば炭素と水素の伸縮振動とかそういうものがあります。もうちょっと弱いところ、分子と分子の間の振動がわかるわけです。例えばこういういろんなこう麻薬でいろんな種類がありますけど、これらはほとんど炭素と水素と、まあ、酸素と窒素とかそういう化合物でできてますけれど、その構造自体が違うわけで、そういうところの分子の間の振動が違うわけですね。そういうものを、検知できます、テラヘルツの。そうすると、まあ、例えばアスピリンだったらそういう、パターンを認識すると、まあ、青色をコンピューターで提示するとかいうこと。で、封筒の中は自由にこうテラヘルツというのは流れます。マイクロ波がこの建物の中流れると同じようにという形でですね、まあ、食品でも内部に農薬あっても、外からわざわざこうビリッと開けなくても外からテラヘルツを与えてやれば、こういう農薬が入ってるとか、そういうことがまあ分かるわけであります。まあ、この辺は日本の技術が非常に優れててですね、例えばそういうのは空港に置いてありましてですね、まあ、そういうのを検知するということでございます。ただテラヘルツになるとなかなか感度が悪いという形でですね、そういうことで、まあ、いろんなことをやられてまして、フィルターですね、ある波長だけを非常に通すというような形で、すごくそういう、波をきれいにして、その同士で干渉させるというような形を作るような構造を入れるとか、この辺にナノテクノロジーが使われているわけであります。まあ、この辺は日本が今一番トップを走っているところであります。例えばこの 人の中にですね、例えば包丁とかパソコンを持ってても分かるというような形。X 線はですね、やっぱり妊婦の方とか当たるとやっぱり危険なんですけど、このテラヘルツというのは赤外ですから、遠赤外、体が温まるぐらいですので危なくないという形になるわけでございます。で、まあ、そういうことでですね、いろんなセンシングの目というのがいろいろあるわけですけれど、まあ、今日は少し自然に学ぶということで、自然には目はどうなっているかということを少しお話ししたいと思います。で、目というのはやはり一番、まあ、人間にとって、あと一番というのはちょっと語弊でありますけど、非常に大切なもので、目は口ほどにものを言うとかですね、百聞は一見にしかずということで、やっぱり見るということは非常に重要であります。それで人間はですね、見る能力というのは非常に優れているわけですね。その一つは
両眼で見れる範囲がですね、120度もあるわけです。これはどの動物にもないことであります。ただ問題はこの後ろが見れないということであります。で、人間後ろから襲われると非常にまずい。だから今考えられたのは、人間の後ろにセンサーをつけてやろうという、そういう話もいろいろ。からこういうヒョウなんかはですね、獲物を得るために非常にこの視野は狭いんですけれど、この辺に集中していると。草食動物はですね、やっぱり敵に襲われないために後ろの方がすごく取れるわけですね。だから目がどん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 横についているわけですね。で、魚はもっと面白くてですね、首がないわけですから、目でこう後ろを見ることができる。ですから魚を後ろから取るっていうのは非常に難しい捕まりにくいということ。ある私の友人がですね、今最近若い男の子が草食系になったということですんで、この目の感覚を全部測りまして、ただあまり差がなかったという結論が出ますまあでも草食系と肉食系ではこれだけ違うということであります。それから目というのはですね、どうしてものを見るかというとですね、不思議なんですけど、カメラというのはこういう木があったとき、レンズを通してですね、ここに網膜、要するにフィルムにあるわけです。人間の目だってこの角膜があって水晶体であったらここになってるわけだから、絶対逆さで見れないといけないわけですね。なんでみんな逆さで見ないかということなんですけど、実はこれは逆さでなってるんです。脳がそれを瞬時に判断してですね、元に戻してるというすごい速度ということでございます。で、人間の目はここに角膜があって水晶体があって網膜があって、ここは視神経になっていると。で、それのちょっと一例を示しますとですね、これなんですけれど、これ皆さんの脳でですね、2種類見れるというのがこれ素晴らしいですね。人間これはキスをしているように見えるかもしれない、黒と黒、しかも逆に言うとこの白い花瓶にも見えるという、ね、だからこれも見てほしいんですけど、この階段は向こうの方につながっていると見れる人と、からこれは縦ですね、これが上の面で、これが下の面で、こう降りてる、そういう面と両方の見方ができるわけですね。まあ、人間いろんなそういう見方ができるということ。脳はすごく 目の受けた印象をいろいろな形でできるということ。 よろしいですかこれ皆さん両方ちょっとこっちは慣れてないと見れない人がいるかもしれない。これはもう当然わかると思います。それでですね、先ほどから言っている目の視神経と同時に角膜の方ですけれど、角膜っていうのもこれはナノテクノロジーでナノ構造になっているということで、それで実はこれ1ミクロンごとなんですけれど、竹の、繊維ですね、コラーゲンみたいな繊維がこう縦になるんです。割り箸の束っていうか、そういう繊維ですね、繊維が布がこういうふうに なっている。それでその隣はですね、それを90度逆にした、割り箸で言えばこうなったやつを90度こう変えたやつですね、こうなってるわけです。で、なぜこうなってるかお分かりです。これはですね、こう例えば、何か、こう 針まで行きませんけど、そういうものが来た時にここで反発できるわけです。これが例えばガラス玉であればですね、一気にクラックが走ってですね、角膜がやられてしまうわけです。ここで歯止めがかかってるわけです。それで私のこれまた友人の人が鱗を興味ある人で、これを見てくれました。同じ構造になっています。だから目と鱗は同じ構造になってて、やっぱりこれが、突き刺さらないようになっているという。よく目から鱗が落ちるということで、これは私が作ったんですけど、鱗から角膜を再生することが実際に今行われているんですね。目から鱗落ちるというのはここから来たわけじゃないんですけれど昔の人は目がこう剥がせるんじゃないかというふうに思ったのかもしれない。ちょっと語源は分かりませんけど、でこれは非常に、防御するだけではなくて非常に重要なことです。実は皆さんの中で、レーシックを、されている方いらっしゃいますか。どなたかあったら手を挙げてたかレーシック手術をした人いないですか。やっぱり皆さん勉強ばっかりして眼鏡かける方がやってるからかもしれない。スポーツ選手は大体やってますけど、レーシック手術というのはですね、まずこの、フラップをこう外すんですね。まずマイクロケラトームという機械的に、取る。そしてですね、レーザーを当てるわけです。で、最近は
我々が今研究しているフェムト病レーザーが今流行ってますけど、これまで紫外線のエキシマレーザーというもの。エキシマレーザーでこう当てていくということでですね、まあ、少しやけどもさせる。ただあれがこういうふうな構造になってなかったらですね、凸凹になって目がなる。ところはやっぱりこういうところでこ うまくやるということ、きれいになるわけですね、表面。そういうことでこうできるということであります。まあ、そういうことが非常に重要であるということです。で目の話少しいきますとですね、実はもともと目というのは原生動物はこの辺でですね、ほとんどぼーっとしか感じなかったんですね。でまあその次は貝類なんですけど、貝は目がないんですね。土の中にも潮被害の時。ところが一つは言いませんけど、まあ、有名な目のある貝というのはここにありますようにホタテ貝なんですね。この目が。でホタテ貝は人を敵を感知したら目で感知してそれで逃げようとする。そこで発達して貝柱がすごく発達して泳いでいくというような形になって。ですから我々はそれを食用にしているのは非常に弾力性のある貝柱を食べることができるわけでありまして目のおかげであります。それからこれはカタツムリでも触覚があるやつですし、これはクモですね。でクモもですね、ジョロウグモとかハエトリグモ、地上をやってるのは目がついてるんですけど、その糸を張るのは8つ目があるんですけど、ほとんど見えない、見えないからクモの糸を張ってるということで、クモで獲物を取る。これもちょっと余談なんですけど、クモは縦と横の糸を張ってますけれど、どうして引っかかった獲物をですね、クモの足はですね、引っかからずに獲物を取りに行くかということはご存知ですか。これは縦の糸には、粘膜なくて横の糸だけあるわけ。ちょっと一回試してみられたらいいと思います。ですからうまく縦の糸を、そのためにこう動かなきゃいけないんで、足が10本でしたかね、ちょっと忘れちゃった。多分イカと一緒に10本ぐらいあるという形になるという形になっているわけであります。それで昆虫の方はですね、実は複眼になってましてですね、やっぱり目があんまりぼーっとしか見えてないようですね、モンシロチョウ。ただこれを利用してですね、センサー CCD カメラ、いろんな光はこういう形でですね、これを利用してこう作ってまして、小さいところをいろんな色が受けれるような形で今そういうドットアレイドットを作ってます。これこそナノテクノロジーです。まあ、これは蛍光体の方ですけど、プラズマディスプレイ、これなくなりますけれど、これ顕微鏡で見られたらこういうパターンになってます。赤緑青、赤緑青、それでそれぞれをこの、電気で電圧を与えて光らしてこう見てたわけですけれど、残念ながらこの液晶でですね、液晶のこの動きがこう動くことによって、後ろからバックライトでこうやることによってもできたということ。こんな部屋も作らなくてもいいしですね、昔はこの液晶でこうやるとですね、暗かったんですけど、この後ろがですね、LED の非常に強力な LED ができることで、ものすごく後ろのバックライト、後ろから当てる光が強くなったおかげで、液晶が十分見れることになったおかげで、プラズマディスプレイは、まあ、世の中からなくなっていくという形になるんですけれど、いずれにしろこういうところはですね、昆虫の目のとよく似たような感じです。さてこれなんですけれど、ちょっとモスラみたいに気持ち悪いかもしれませんが、これは夜の蝶で、蛾であります。蛾の目はですね、先ほどちょっとカーボンのところで示しましたように、こういうですね、凸凹にこうなっている。でなぜ蛾の目はつるんとしてなくて、人間の目のようにつるんとしてなくてこうなっているかというとですね、ちょっとした光が来た時にですね、つるんとしてたらですね、すぐ全反射してしまって中になかなか入ってこない。ところがこういうものはですね、ここに来た時に反射せずにちょっとこう屈折しながらこうやるということ、少しの光が徐々に中に入ることができるということと、ここに入った光が、まあ、この辺でぐるぐる回ることもできるという、そういう構造になってるんですね。だからほんの少し、これは非常に重要なヒントだったんですね。実はで皆さんの持ってる中にこのガノメの構造が実は入ってます。どれも、これをちょっとお示ししますとですね、皆さんの、iPhone の昔は日中に出ると画面が見えなかった、今は見えますよね。その理由はこれなんです。でこういう、さっきのガノメのような構造、こう周期構造といいますけど、こういうものを作ってるわけです。まあ、いろんな波長に応じてあるんですけれど、まあ、例えば、まあ、死骸を特に
前反射させないようにするためにはこの間隔を230ナノぐらいにするという形でやってます。ちょっとこれを少しもう少し詳しく見ますとですね、こういうような形ですね、さっきのイオンビームなり電子ビームなりで削っていくわけですね、一個一個。そしてこういうものを作って、そしてこれを貼ります。ただ一個一個作ってると大変なんで、これはこういうものを作った後ですね、このフィルムの上にですね、フィルムをこう通していくわけですね。ロールトゥーロールって、ロールと巻く方と与える方でロールやると。そうするとこの金型の先ほどのところの転写されたやつがいっぱいできるので、まあ、大量生産できるという形になってますが、そういう形になっている。で、この絵の構造はこうなっていると。でこういうものを、この中に入れてですね、保護シートでこういう ARF のこういう樹脂ができているということでございます。じゃあなぜこれがいけるかというと、先ほども少し言いましたけれど、普通の、つるんとしてた表面だと光が来るとですね、中に入るもの、屈折率を持って中に入るものありますし、こう前反射もするものもあります。よく高校の教科書でフレネルの原理とかありますけど、その前反射をする角度とかいろいろあるんですけど、いずれにしろこうつるんとしてたら屈折率が N1 と N2 で大きく違いますから、ここに、すごくギャップが生じましてですね、中に入らずにこう出ていくのが多いわけ。ところがこういうギザギザ構造ですね、しかもこの光の波長よりも小さい構造を作ってやると、あまり小さかったら無視されちゃいますけど、ちょうどこれよりも少し小さめの構造のギザギザ作ってやると、こう入ってきた光が、屈折率がちょっとこうなだらかに変わるようにこう変化する。ですからどん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 入るということで反射しないということですね。まあ、これ計算の上全部出てきますけど、ちょっと今説明分かりやすくするために言ってますけど、屈折率の変化が緩やかなため光が反射しないということになる。それで今のそのこのシートをですね、皆さんの iPhone のカバーグラスの下にこう入れてあってですね、で下のディスプレイパネルという形でこうやってって、まあこれは透明なんですけどやってる。でこれ京都のもみじですけれど、昔の iPhone だと黄色がこんなん出なかったんですけれど、今こういうふうに綺麗になると。それで皆さん綺麗な写真を送れることができると。10年前はこれではなかった、こっちだったんですね実は。ということで、そういうナノ構造がこう皆さんの身近なところに入っていると。その構造を教えてくれたのはガの目の構造であった。ガはちょっとした光でも飛んでいけるというようなことで、ことになるわけです。それからもう一つの例なんですけど、今ガがありましたけど、あまり汚いものだけではいけない、綺麗な方。これご存知のことおられると思うんですけど、モルホチョウと言いますね。中南米に生息する。でこれ真っ青なんですね。これミステリアスなブリリアントブルーウィングスと言われています。でこれは一体何かということなんですけど、なぜこれが非常に面白い。実はこれを電子顕微鏡で見るとこんな構造になっているんですね。で色素ではない、つまり構造が作る建築物みたいな。でちょうどこの交互にこうなっています。で高校の教科書にありますけど、 X 線がこう入ってきたらここで反射すると、でその次のところからも反射すると。でそれとそれの位相があったときに、非常に強く見られてここの間隔が分かるというのが、まあ、ブラグの方程式というので高校の教科書に出ています。この間隔を X 線で測るということができますが、これはこの間隔がちょうど光の波長になってまして、しかもこの紫外と青色の波長になってますから、この間隔のやつがこう入ってきたらこう出ると。でもっと向こうから来たやつも来ると。その青と青がちょうど干渉し合って強み合って青色が見えるという形になっています。ちょうどこの青になるようにこの間隔が決まっているという形で、こういうのを構造色と言います。それでこの構造色が非常に重要なのはですね、色素なら何年経ったら色褪せるじゃないですか、色褪せる。ところが法隆寺ってありますね、世界最古の木造建築、あの中に仏壇があるんです。それは玉虫の厨子という名前である。いろいろ検索していただいたらいっぱい出てきます。玉虫の厨子という。それで仏壇の下にこう玉虫が入っている。それまだね、見事に赤色が残ってるんですね。つまりこういう構造が残ってるという形。ですからこう潰したらもちろん色が消えちゃうというか。こういう。それからオパールもそういう形ですね。こういうような構造がこの中にあるから、いろん
まあ、オパールはこれ難しくてですね、まあ、京セラなんかが人工鉱石で作ろうとしてある色だけを出そうとかこうやってもなかなか石でそういう石というか SIO2 で感覚でできないんですけど、見事にこのモルホチョはそれを再現しているという形です。それでそうなるとナノテクノロジーやった人はこれを再現したいと思うわけです。自然に学んで、で先ほど言いましたようにこうつけるということで、まあ、塩化シリコンを流しながらこう当てていってですね、今のような構造をこう作っていこうという、そういうことがまあやろうとするわけです。それでまあこれを真似しようという形でやるんですけど、なかなかこういうのは作ることはできません。これ1ミクロンですよね、これがね。だから数百ナノぐらい、1ミクロン、もう人間の髪の毛の50分の1ぐらいのこうやる、こういうことになっているわけです。これを作った。それでそのためにはですね、いろんな理論計算をしましてですね、今の先の解説とか入射角とか、まあ、その光と光のこうオーバーラップとかいろいろ考えて、それでこのシータはいろんな入射角ですね、入射角に対してもどの方向から見ても青色に見えるように、まあ、シミュレーションするわけです。だから、450だけがどの方向からこのシータを見る方向によってなると、そういう構造はどういう構造かという解が得られるわけですね。これがまあ実は材料が得意なところですけど、それで実際のモルホチョを計算するといろんな角度でもちゃんと青色になっている。これを実は一生懸命作るわけですけれど、まあ、こういう形をですね、残念ながらこう、シータが高いときは、まあ、なんとか青ですけど、低くなってくると赤が入ってくるとかですね、見れない。このシータによってこう描く、モルホチョウのようなですね、ああいう青はこういうのは残念ながらまだ作ることはできません。で今日ちょっと持ってこなかったけど、ウェッジっていう新幹線のあるこの表紙にこれが載ってましてですね、あ、このナノテクノロジーの構造をその人は解明して載せたのかと思ったら、残念ながらそれは詩人だって、この歯がですねうごめくような、しかも影がですね時間とともにこう変化しているのが見えると、今にもこれが飛び立ちそうな蝶々だと、そういうの書かれてたんです。それよく考えるとですね、光の当たり具合が時々変わるんですね。それによってこういろんなこう影が変わるという形になるということだったんですけど、まあその人には言いませんでしたけど、まあそういうロマンもあった方がいいということで、まあそういうことでございます。それからそれを利用してですね、帝人さんはですね、非常に細い線をいっぱいこう束ねましてですね、構造色を作ろうということで、いろんな色をこう作ることに今成功しております。だから色素じゃなくて線のファイバーの太さでこういうのを作ると、でこういうネクタイを作ったんですけど、残念ながら全く売れなかったということで名前はモルフォテックルというんですけど、残念ながらちょっとこれ余談なんですけど、今のファイバーのようなやつはですね、結構イモリの足にはいっぱいあるんです。イモリの足がこういうふうになってます。普通吸盤みたいだったらひっついたら離れないじゃないですか。ところがイモリは足がいっぱいこうなっててですね、全部吸盤になってるから突きもするし外れもしやすくなると、そういう構造になってると。これも日東電工の方がですね、これと同じような吸盤を作ってすぐこういけるってありましたけど、まあこれも残念ながら売れてはいないようです。それからついでに足、今度は足の裏なんですけれど、ですね、バッタ今よく飛んでますね、キリバッタの足の裏を見られたことありますか。これ六角形でこう敷き詰められてるわけです。そうするとですね、こう反発力加わった時、細密充填構造というのは一応結晶構造で一番安定で一番パッキングがいいというのは、そういう構造になってますから、力が加わった時に反発力がすごく出るんですね。それでこういうふうに飛べるということ、まあタイヤとかそういうのに、まあ、昔は使われてます。今はもっと技術が発展してですね、靴の足裏なんかものすごく複雑な形状になってますけど、まあ、基本はこういうことでやってきているということでございます。ちょっと余談ばっかりです。ちょっと最後のしたら20分ほどは少し真面目な話ナノ粒子ということです。で、ですね、皆さん高校の教科書では NaCl とか原子が10個とか20個とかそういうのが並んでます。でところが金はどうなる。それでですね、
普通100ナノメートル、100ナノといったらほんの小さいですね、 0.1、 その中に原子というのは3000万個ぐらい、どん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 小さくしていってですね、ようやく2ナノメートルになってもまだ250個ある。で、まあ、この金の原子が1個 0.2 とした場合ですか、0.6、 つまり縦が3つで横が3つで奥行きが3つ、 3×3×3、 27個あった場合には、実は表面が26個で真ん中にある金が1個だけです。どういうことが起きるかというと、金が全部さらされてて金らしくなくなるわけですね。まあ、そういうことでですね、こういう時にはいろいろ面白い効果が出ます。で、金がこうどんどん小さくなるとですね、ほとんどが表面を占めるということになる。で、一番有名な例はですね、金の融点は1064度までしないと融点は、融点はそういうことです、溶けません。これは高校の教科書にも書いてありますけど、ところがナノになると表面が26で中が1個だけですね。そうすると200度以下でも変化する、まあ、溶けると言っていいのかどうか分かりませんけど、まあ、ですからある金属がこういう融点を持っているというのはナノのオーダーになると通用しないということ。ですからナノオーダーにするとどん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 低い温度で溶けることができますので、省エネにも役に立つ。今で鉄をすごい高い温度でですね、溶かしてたやつを低い温度ですることは可能であるということであります。まあ、しかもこの間に自由電子がいっぱいありますけれど、小さくなるとその自由電子同士が放電し合ってですね、抗菌作用を起こしたりとかですね、表面積が非常に大きくなるので、もうすごく触媒的な化学反応が非常に増加するというようなことが起きます。で、それはどういうことかというとですね、金が小さくなるとですね、金というのは自由電子で結合されています。金原子の間を自由電子が自由に動き回っているわけですね。ですから光が当たってもですね、何の共鳴も吸収も起きないというのは、電子があっちに行っちゃうので、全部与えた光が中に入りきらず全反射するわけです。ですから金属光沢を起こす。それから自由電子があるためにいくらぐっと曲げてもですね、その通り曲がっちゃうわけです。好きなように自由電子が動いていってくれると。だからパキンと折れないんですね。そういうことと、か小さくなるとですね、その中でもですね、電子がですね、共鳴しちゃうわけですね。小さいと縄跳びのように小さくなるとお互いに集まってきて、そうすると何が起きるかというと、こういう共鳴するようなこういうのがあると光を吸収することができるわけです。ですから金をどんどん小さくして100ナノとか10ナノにすると、実は赤色になるんですね。つまり金が反射ばっかりしてたのが色を持つことができるようになると。金箔っていうのがあるんですけれど、これも昔からやられてるけど、どんどん木槌で叩いていくと薄くなりますね。薄くなってこう透かすと赤色になる。これと同じです。あれも薄くなったために、そういう中で共鳴 の周波数ができて赤色を吸収する。で、実はそれがですね、なんと1300年ぐらいにもう技術があった。これがナノテクノロジーが、どうしてそういうのがあったかということなんですけど、これはガラスに金を溶かしてですね、まあ、金を溶かすとまあ透明になるんですけど、それを500、600度とかそのぐらいの温度でですね、処理するとちょっとずつ結晶化が出てきます。よくミョウバンの実験とかやられたと思います。結晶化、あれを一気に出さずに小さい結晶核のまま置いとくという、そういう錬金術ですね。そういうことをしてこの赤色をこう残されていると。で、これを顕微鏡で観察するとですね、全く金が溶けているということ、金のナノ粒子が溶けていることが分かりました。まあ、このアントワープ大聖堂の、まあ、ベルギーにある金のこのスライドガラスが非常に、ステンドグラスが一番有名です。このアントワープは実は私の好きなものが、フランダースの犬でパトリッシュと、まあ、ネロ君が投資しちゃうところで、そしてこの神にこう召されるというところなんですけど、まあ、こういう金ナノ粒子がまあそれを見守っていたのかなということでございます。それで、まあ、そうなるとですね、我々は同じことを800年前のことをやってては面白くないんで、違うことをしたいということで、そのステンドガラスの赤いところに模様、赤の模様を作ってやろうということ。それで我々がこう数年前やったのは、レーザーでこの金の溶けたガラスにこう与えてやるとですね、あるレーザーだとすごく原子核から電子を引っ張ってですね、分離するんで電子がいっぱいうようよさせることができるんで、その電子が金の溶けた酸化イオンを還元するわけですね。金の酸化が電子が来ることによって、
来るということを一応還元すると言いますね。逆は酸化です。還元すると金が出てくる。しかも非常に小さい粒子ですから金のナノ粒子が出てきて赤色で出るということで、この与えたパターンによってこういう蝶々のような模様ができるということでございます。まあ、我々はそういうことでこのバラの花とかですね、それでこれを熱処理するとですね、どんどん金のナノ粒子が大きくなるので金色になるということで、まあ、このガラスの内部にこういうものをいろいろ作りました。まあ、モロー蝶もですから作ることはできるんですけれど、まあ、そういうことがまあできると。それから、今の場合金属なんですけど、物質には金属と半導体と絶縁体というのがあります。絶縁体が今のガラスとかセラミックスとか、まあ、セメントとか、から金属は先ほどの自由電子が流れています。半導体というのはその中間でちょうど電子が冷却されたり落ちたりする。それでですね、これはその半導体のナノ粒子を分厚い豚の皮を上に押さえて、そこから紫外線を与えて発光した色であります。でこの赤と緑なんですけど、これは先ほど言ったように色素ではないんですね。で半導体なんです。で構造色でもないんです。で何が違うかというと、粒子の大きさが違うということです。でここにこうあるんです。これはカドミウムテルルという半導体なんです。流形がこっちからこっちへ、違ったものを作ります。それに紫外線当てるとどうなるかというと、こう色がいろいろ変わるわけです。で3ナノメートルから6ナノメートル、青色から赤色まで自由に変えることができる。同じ半導体でも粒子の大きさが違うと変わることができる。それでこれはどうしてかということなんですけど、これはぜひ大学行って学ぶ話なんですけれど、半導体といってもですね、もともとはこれ分子からできるわけですね。カドミウムテルと、そういうのは分子軌道というのがこうあるわけで、それがどん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 集まっていくとですね、こういうバンドというのを形成しましてですね、結合軌道と反結合軌道という難しいのがあるんですけど、まあ、大学入ったら1回生ぐらいになると。そしてこういうバンドがあると。でここでいろんな紫外線を当てたりして白色を出したりとか電圧を与えて、今いろんな白色とか青色とか紫色とか、流形がどんどん違うとこの感覚がこう変わってくるということで、ここにあるものは上に紫外線を当てるとここから落ちてくるので、非常に、エネルギーの大きな谷間をジャンプするので青色を出すと。でここはだんだん近づいてくるので赤色になるということで、粒子の大きさによっていろんな色を出すことができるということ、これもナノテクノロジーです。先ほどの構造色というのを並んです、まあ、作り方はこの半導体をですね、こう焼酎のように何回か還流してやってですね、やるとどん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 大きくなります。それにこう白基酸結合で、ね、まあ、硫黄を介した、まあ、化合物を表面に界面活性つけてやって、これにタンパク質をつけてやるわけです。でこのタンパク質をあるがん細胞と非常に結合しやすいようなタンパク質をやると、例えば肺の方にこれが行くとか、それから胃の方に、胃がんだったら胃の方に行くとか、そういうものに行くわけですね。そしてその、体の外から紫外線を当てるとですね、まあ、その流形の大きさの違いによって肺に行ったやつは2ナノぐらいだったら青色を出すと、胃の方は赤を出すと、そういうようなことが、こういうのをドラッグデリバリーシステムといいまして、こういうのを飲んで外から当ててやるという形ですね。昔ナノテクノロジーで我々子どもの頃ミクロの結晶体というのがありましてですね、小さいロボットが血管の中をこう入っていってがん細胞をやっつけるという漫画があったんですけれど、まさにこういうことができる。ただこれは厚生省の認可にならなくてですね、実はこのカドミウムテルルというカドミウムを人間の体で飲むとは何事ぞということで、これはできない。それでこれが一番いいんですよね。で亜鉛系ももちろんあるんですけれど、あまり強いのは出てこないということに、まあ、なる。だんだん時間がなくて、もうあと10分ですね。分かりました。で最後になります。でということでですね、今日はそういうナノのいろんなものづくりというのを示しまして、まあ、桂キャンパスというところがあるんですけど、これが工学研究科が皆さんいいです。今日は工学研究科長の伊藤先生もおられてますけど、そこにおられるここでいろんな工学のやってます。で私自身もですね、今そういう収束イオンビームを使ったりとか 3D でレーザーでいろんなものを作ってますので、ちょっとそれをお示しします。まあ、この京都市のですね、西の方にあります。今いらっしゃるのはこの吉田です。まだ宇治もありますけど3つあるんです。ここ
こういうところでございますので、もし工学を目指される方はこういうところで非常にいい環境で、大学院4回生からですけれど非常にいい環境で研究できると。じゃあ最後に 3D プリンター、先ほどのこういうガラスの中のこういういろんな構造とかですね、そういうものをレーザーでいかに作るかということ。例えばこういう、これ紹興酒の、私お酒好きなんで紹興酒の瓶、これをカメラで方向を変えてこう見ると、これもよくテレビで出てるから分かるんですけど、これを撮った後ですね、レーザー当てながらそれを作るという、ちょっと動画ですけど、うまく出ればいいんですけど、あ、出るか、ここがナイロンなんですね。ナイロンに光硬化樹脂を混ぜたものなんですけど、それでこうレーザーを当ててはまたナイロンの膜をつけ、レーザーを当ててはナイロンの膜をつけ、そうしていくと、このレーザー当たったところだけが硬くなるわけですね。そうするとこう3次元の像がこう自動的にできます。で今我々のところに、あ、そうですね、こうレーザー、こういうところだけレーザー当てるわけです。そしてどんどん積んでいくと、そうするとナイロンの中に当たったとこだけのものがこう出てくるわけですね。これがちょっと大変な作業なんですけど、それで中からこういうものがこう出てきて、ナイロン の粉末を取らないといけないんです。このレーザーが当たったとこだけは硬化してこういうような形になるわけです。まあそういう構造があります。これけしからん人がですね、ピストルを作って今問題になってますけど、そういうことは絶対しない。それでこういう形で、出るという形になっております。で実はこれはナイロンだけじゃなくて、今我々のところはセラミックスとか金属粉末でもこれ焼結させて作るようなこと、だから金型がこういう形で自由にこう作れるような時代になってますから、それでこれは非常に大きいものですけど、これをどん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 小さいものを作ろうと、だからこういう内部にこういう缶とかですね、こういうものがこう、いろいろな、そうですね、これちょっといくつもあるんですということでですね、1分子あたりに光硬化樹脂をつけてやって、こう当ててやるとですね、非常に小さいナノ構造を作ることができるんで、先ほどのように収束イオンビームでイオンで使わなくてもですね、レーザーでも作るような時代になっております。それからもう一つ の我々のところ持ってるやつですけど、液晶テレビにレーザーを当てて、この液晶テレビの反射率の違いを利用して、この画面の違いを利用してですね、このレーザーの方向とか速度を変えてやってやると、一括でこうものを当てる、加工することができます。例えばこれガラスの上に一個一個1ミクロンの穴なんですけど、これをまとめてドットで描くことができる。これ鏡台のマークなんですけど、一個一個ですね、レーザーで1ミクロンの穴を開けると30分かかるんですけど、これまとめてやると、一気にやると数秒ぐらいでこうマークができるとかですね。それから、これはガラスの中にですね、ポリマーでもいいんですけど、こういういろんなパターンを作ってやると、こういう解説格子、先ほどの構造色と同じで、これで光を当てると青色に変えることができるとか、そういうことも一応できるようになってます。それからこれもですね、レーザーをうまく動かしてるんで、こうトグロのようなものをですね、 Z 軸を動かさずに、 XY は動かすの同じところになるからなんですけど、だからレーザービームでこういろんなこう加工することができます。いろんな文字も書くことができるという、これ内部に書くことができる、そういうものづくりがいろいろできるという形、こういうものを利用するとですね、いろいろ早くできますし、いろんな複雑なこうものが 3D の中に作ることができるということで、これ面白いんですけれど、このこういう透明な材料の中にですね、今のような形でニコちゃんマークを層ごとに書いていくんですけど、その時に変更が2つ、アジマスとレタデーションを得ると色も変えるんで5次元になるということ、1ミリのガラスの中にですね、テラビットの国会図書館の中の全部が入るという、一応計算上です。そういうようなメモリーができるわけであります。こういう今のように液晶テレビで反射してこう作るという、こういう液晶テレビの反射をうまくコントロールする装置を我々これ開発
してきましてですね、これは新聞に出たんですけど、京都大と日立製作所で石英ガラスに CD 並みの密度でデータをやると。それでどこが一番これポイントだったら、我々はものすごく量が入ってすごいデータがあると思ったんですけど、残念なことにほとんどの新聞はですね、3億年以上の記録ができると、要するにガラスの中にあるとこう1000度以上にならないと変形しないんで、そういう温度にならない限りはこの中に画像が残ってるということで、地球がこう焼け野原になってもですね、このメモリーだけは残ると、そういうことでこういろいろやる。それで現在歴史的価値が高い文化遺産の映像や公文書をこう日立の人たちはこれをいろいろ入れるようなことをいろいろやられているようでございます。こういうようなメモリーがですね、1ミリの中にこういろいろな花を作ることができると。ということでですね、ぜひですね、ものづくりっていったら古臭くてですね、やはりもう今は情報時代ということですが、いろんなものづくりでですね、今日のようなセンサーとか、それからいろんな光通信、それから光コンピューターのようなもの、それから先ほどレーザーでこの胃がんを追跡するとかですね、それからいろんな燃料電池、リチウム電池、このあとリチウム電池の話があります。ああいうところにも結構ものづくりというのは非常に重要なんです。そういうことが工学研究科では今後やっていくので、ぜひ興味ある方は工学部を受けていただきたいなと思っております。長々しゃべりましたけど、ちょうど時間5分前で、ご清聴ありがとうございました。どうも。